せーの、皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで今日は中華街に来ております。イエーイ。あとは爆食ツアーをやっていきたいと思います。そうなんです。とりあえず向かいましょう。じゃあ、はい、行ってみます。豚角2万1つください。はい、390円でございます。はい、買いました。はい、買いました。はい、私さ、長崎さ、修学旅行行ったの。うんうん。で、それの名物なのね。あ、そうなの。そう、それで大好きなんです、これ。いただきます。ごめん、うん、うまい。うん、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 おいしいね。うん、うまっ。柔らかいの、お肉が。え、今日うちはね、ちょっとラブリーじゃん、うん、こんな触覚出して、うん、痛みしてんだけど、うん、あのマミタスっていうスキャンダルのギターの子がこういう髪型を前してたの。しかも黒髪にインナーで、うんうん、そういう意識です。じゃあ僕は何意識だ今日。今日マタニティ意識。なんでかって今日たくさん食べるから本当にマタニティになる。え、マジでわかる。これ言っちゃって。はい、ごちそうさまでした。次行こう。次、うん、急げ急げ。買ってきました。買ってきました。焼き小籠包4個有名なやつね。はい、そう。蒸し小籠包3種類味違います。あ、ね。そしてこっちがなんかメロンパンで中にチャーシューが入ってるっていうやつを買いました。はい、食べましょうか。食べましょう。せーの、いただきます。え、気をつけてね。確かに小籠包に関してはうちやね。そうなの。普段は向くのがこぼすけど、そう、小籠包マジでうち本当に無理なの。何回やってもマジ知ってる、やり方知ってるのに無理やね。熱いかな、どうだろう。熱そう。でもでもこっちの方が、ね、早かった。あ、こっちエビだ。熱っ。うまっ。熱っ。なんか暑い日に暑いの食べるってさ、いいよね。逆にね。うん。逆にってほんと使えて逆なんだもん、だって。そうそうそう。え、やばい。あと普通にいるんだけど。あと入場なんだが。エビと豚で全然味違う。うん、やっぱ平日なのに人多かった。今日やっぱり、うん、多かった。よくみんな暑い中来るよね。うん、2年、3年ぶりぐらいの猛暑なんだって今年。来るな、来るな。お前さ、マジで無理。ひなぴはと無理だから。なんかこっちの方が暑いと思う。こっちの出来たてなの。あ、マジ。うん、うちが知ってる小籠包ってこっち。そっちそっちだよね、多分。これが普通の。そうだよね。うん、うん、こっち派かも。うん、わかる。うん、何、やばい、これなんかさらっと食べちゃったけど、うん、これ何、フカヒレとかかも。マジでうまい。うん、ギュッとしてる味が。マジでうまい。これこれ初めて食べるメロンパンなんとか。いただきます。うん、うん、おいしい。やばい、おいしい。てか、この奥さんなんかさ、結構さ、デートしてる人いるけど絶対無理。無理。なんか会話もできないし、そう、会話もできないし、相手絶対不機嫌になると思うし。知らないけど。そんな知らないけど。いいな、あのイチゴとブルーベリーティーとかめっちゃ。あーね。まあ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 、あるよ、まああるよ。まあまあまあ、頑張ってうまくやってこそ、この辺は。はい、はい、3軒目やってまいりました。はい、まずイチゴ飴、これジーパイ、はい、そしてタピオカを買いました。はい、もうここら辺からもう横浜中華街ってなんだっけって話になってきてるかもしれないなってきますけど、まあギリ、はいはいはい、せーの、いただきます。確かに台湾、台湾、原宿、やめきます。冷た、うまっ、うわ、最高。なんかイチゴでかいね。うん、うまそう、うまそう。しかもさ、これさ、絶対にさ、店員さん逆だって、すんごい何入れてんじゃんって思ったら、こっちが尖ってましたわ、こいつ。うまっ。逆ですよ。目の前で調理してくれてますので、言ってきます。うまっ。うまいよね、なんかさっぱりめじゃない。うん、噛めない。すごい。なんで詰めたくて。これ冷凍してるおっちゃん。そう、アイスなのも。え、うちらさっき JK と間違えられました。おじさんがね、 JK も半額にするよって言ってきました。 JK のわけないのよこれ。もし自分が今制服って黒髪でってやっても絶対 JK には見えないのよ。あー、なるほどね。一回やってみたくない。ガチで JK にやってんの。メイクもこんなやんない。やんないやんない。まあでも今の JK やるけどね、ここまで。だからさ、この話したっけ動画で、うん、明日気がしないか、うん、知り合いがうちらのミクチャ時代を見て最近知り合った人ね、うん、うちらのミクチャの動画が YouTube にあったんよね、うん、しかももううちらのミクチャ時代ってマジで5年、6年ぐらい前の話なんですけど、うん、メイクもそんなに今ほどメイクの情報がなかったから、はい、薄いし画質もまず悪いから、はい、店員さんに映らないわけ、メイクの。
なんかしたって、うん、だし加工もないわけあの時代は、うん、あの B612 って知ってますか B612 のなんかフェアリーみたいなあんな感じのフィルターしかつかないカメラしかなかったわけ、ね、アプリなんて言ったらそれで格好も昔の原宿系っぽい格好で2人でニコイチみたいなやってたのね格好まで、うん、もう比べたらやばいやばいよこれが同じ高校生なんて思えないっていうぐらい令和と平成ってマジで違ったんですよマジ違うでその子はね、うん、まあ令和の高校生を生きてきた人なの恐ろしいとはいえねでもうちの弟と同い年なんよ2個しか変わんないのうちらが高3の時に高1の子なんだけど、うん、この子がそれを見たって言って後日、うん、ペナピーって小学生からやってたんだねって言われたのねえねえ待って本当にちょっとぶっ殺していいでうちネタだと思ったの、うん、いやお前ちげえよって、うん、いや高校生だからあれって言ったらえ本当の話みたいな感じでガチで聞いてきてでうちもえみたいなえちょっと待ってガチで言ってる本当に小学生だと思ったって言ったら本当に小学生かと思ったって言われて悲しいもう無理って思って、うん、あれでも精一杯のおしゃれとマジでそうメイクだよそうだよこれじゃんけんしようそうだねうちじゃんけん弱いのうちねじゃんけんあんま勝てないの本当にねじゃんけんなんて運だと思うじゃんマジうち勝てなくないマジで勝てもう一回やってみるかじゃあグーチョキパイ負けんので男気じゃんけんやるときだけ勝っちゃうのチャージで本当にやだうちこの人生、ね、あやばい髪についたら終わりイットイットすぎるこれこれでもね抜ける抜いたもうそんな荒技ある初めてされた勝手に許可も取るこれ抜けばいい見てあの鳩やばい細いあいつ下手なんだろうなうちみたいなもんよ励ましてんの？うん。うちはほら太ってるけど、そういう意味でうちみたいってことじゃなくて、その分かるね。生きていくの下手なんだねっていうのがうちみたいなもんよ。でもこうやってうちも楽しくやってるから。ここカットね。本当にカット。じゃあ最新端？いや古い。古かったこれでも。こういうのが一番おもろい。やばすぎやばすぎ初めてだよそんなの通りで出てこないと思ったあ、そうかよく死んだ今よく言ってるねなんか逆にジブリみたいな経験させてもらいましたどういうことはい、最後のお店に来ました最後座れるところを選んだんですけど、うん、ただどこでも食べれるものを頼んじゃいましたあ、あれ持ってくればよかったバナファンそれなありがとうございます。はい、行きました。めっちゃ熱じゃない？え、わかる。せーの、乾杯。せーの、いただきます。せーの、乾杯。全部やんないと気づかないもんね。あ、いいね、このね、いいよね、シロップですっていう、あの飲み物。わかる。そっちもシロップ系？めっちゃシロップ系。うん。かき氷。うん、こっちもそう。うわ、アイスもね、駄菓子みたいなアイス。だけだけすごい、ここの。わあ、わかりやすい。いいね。でもね、大好き。こういう子供っぽいのがいい。わかる。うまいね。じゃあ、ね、やると思った。なんか一気にプールサイドみたいな感じだった。てか匂いが今。あ、プール。あ、え、プール。ねどっから？結婚する相手占ってもらってさやめときなさいって言われたら本当どうするんだろうなえだからそういうのうちもうやんないことにしてるそっか相性とか占わないようにしてるそれでさ、うん、信じるか信じないかこっちに委ねられても困るくない別にそうだねでもね私一個その相性悪いといえば中凛沙さんと中尾明さん夫婦悪いんだってえ星ひとみさんに占ってもらって言われてたの、うん、でもあんなにいい夫婦だからそうよ相性悪くても仲良ければいいっていう話だから、うんうん、でもそう言われたっていうのがうちの中で大きくなっちゃうからうんでも逆に言ったらもう相性悪いってきっぱり言われちゃってる方が気楽になるかもねあもうしょうがないんだなこういうこと起きるのみたいな風に捉えることもできると思うダメだね性格の違いこれこれ性格の違いだわうちそこでどんどんネガティブに捉えていくから全部で逆にうちがこそっと占うよ、うん、エナピーのあーで良かった場合伝えるわ確かに確かに、うん、伝えなかったらまあ占ってないっていう方に伝えてそうだね占うことも知らされずに勝手にやっとくんだやっとくうちがなんでやるの本当じゃんだって逆に言ったらエナピーはいいって言われたらすごいポジティブに捉えるあまあ確かにそうよだから知っといた方がいいからいい場合のみえ何それ
慈善団体なの？なんかさ、だってさ、無垢に得は一回もないじゃん。ボランティアなの。そう。でも、NPO 夫婦にはよくしてもらう。その代わりね、そう、うちがもし独身だった場合、そうだよね、ちょっと居候させてもらうんだろうね。でもちゃんと子育てもだから2人でちょっと今日は出かけできないよとかやりそうで、いろんなもの与えて好かれて、うん、与えて好かれてね、与えて好かれて笑って泣いて、そう、怒って走って飛んで飛んで、でまた笑ってそうで、笑ってこらえてさあもう行かねばじゃあここらでこの動画を締めようと思う。今回食べ歩きツアーでいつもなんかお土産買ってたんですけど、うん、今回なんかあんまいいのなくて、うん、なかったね。ちょっと諦めました。はい、じゃあまたどこでやろうかなと思ってます。江ノ島とかね。いやマジ江ノ島行きたい。うわ、ナトゥー、ね、ナトゥーナトゥーということでナトゥーに行きたいナトゥーに行きたいかなとも考えたりもしたりして、はい、暑いかなとも思いますそらそうでは皆様ごきげんよう。ごきげんよう。5 minutes 何が